型式番号 GATX370、 可変モビルスーツレーダーガンダム、地球連合軍の第2期 GATX シリーズの中でイージス同様に X300系フレームを採用し、変形機構を特徴とする機体である。モビルアーマー形態時は大気圏内での飛行が可能となる。臨機応変にモビルスーツ形態と使い分け、一撃離脱戦法を得意とする。近接戦では短射程プラズマ砲アフラマズダや東部100ミリエネルギー砲ゾーンなどの重火器で敵機を攻撃。破砕級ミョルニルは物理的な大ダメージを与える打撃兵器だ。クロトブエルが生体 CPU として乗り込む。カラミティとの連携攻撃を得意とする新世代モビルスーツレイダー。その漆黒のボディは立ち向かう者に立戦たる恐怖をもたらしたのであった。